生きたまま鬼となった女。今から数百年も昔、三河の国にある村で、叔母に育てられていた男の子が病気で亡くなった。近所の人が集まって葬式を済ませ、墓場へ送っていった。やがて火葬場で骨にした後、親代わりの叔母に後を頼んで、みんなをひとまず引き上げることにした。しかし、この叔母は日頃から恐ろしい性格の女で、平気で動物を殺したり、近所の子供を本気で殴ったりする。それでも自分の育てている男の子だけは可愛らしく、どんなわがままも素直に聞いてあげていた。あの女のことだ。もしかしたら何をやらかすのでは。心配になった近所の人たちが、こっそり火葬場に戻り、物陰に隠れておばの様子を見ていた。そんなこととは知らないおばは、まだ燃えている火の中から、男の子の骨を拾ったかと思うと、いきなりかぶりつき、バリバリと食い始めた。なんてむごいこと。あの女は人間じゃない鬼だ。誰もがびっくりするやら、呆れるやら、もし見られたことに気づくと、自分たちもどんな目に遭わされるか知られたものではない。近所の人たちは慌てて村に逃げ帰り、庄屋のところへ相談に行った。そこで村の男たちが手に棒などを持って墓場に駆けつけた。そっと火葬場を覗いた途端、さすがの男たちもあっと息を呑まずにはいられなかった。おばの顔はもはや人間ではなく、髪は乱れ、目はランランと光り、口からは恐ろしい牙が覗いていた。人の気配におばが立ち上がり、男たちはきっと睨みつけた。見たなぁ。鬼になったおばは、牙を向いて叫んだかと思うと、片手で男の子のシャレ神戸をつかみ、一気に火葬場を飛び出してきた。うえぇ！男たちが慌ててひっくり返った途端、鬼はその上をひらりと飛び越え、風のように駆けながら、たちまち山の中に消えていった。鬼が人間に化けることはあっても、人間が生きたまま鬼になるなんて、今まで聞いたことがない。人の心とは恐ろしいものだ。日頃の行いによって、仏にも鬼にもなる。それにしても、あんな姿になってしまうと。もはや誰も生きた心地はしなかった。しかし、このままにしておいては、どんな仕返しをされるかわからない。男たちはこのおばのために、わざわざ祈祷師を呼んできて、その悪霊を追い払ってやった。そのせいかどうか、鬼のなったおばは、再び村に現れることもなく、山の奥深く、逃げ込んだまま、ついに行方がわからなくなって、